バリはアメリカ合衆国バーモント州ワシントン郡の都市である。人口は2010年国勢調査で9052人だった。バリ市は別の法人格であるバリ町にほとんど周囲を囲まれている。地元メディアや企業では近くにある州とモントピリアと一体で考えられることが多い。バリ市を主要都市とするバリ小都市圏には人口59,564人が住んでおり、 州内ではバーリントンとラトランドの各都市圏に次いで第3位の大きさである。バリー市自体はワシントン軍最大の都市であり、州内の都市では第4位、自治体では第10位である。アルフレッド・ヒッチコックの1955年の映画、ハリーの災難は1955年9月27日にバリーのパラマウント劇場で封切られた。舞台はバーモント州の 小さな村となっている。市役所と公園、1910年頃1780年11月6日、バリの土地が、ウィリアム・ウィリアムズた合計65人に払い下げられた。当初は、ワイルダーズバーグと呼ばれており、現在のバリ市とバリ町双方を含んでいた。1788年、ジョン・ゴールズベリーとサミュエル・ロジャーズがそれぞれ家族と共に入植したのが最初だった。 住民は、ワイルダーズバーグという名前には不満であり、アメリカ大陸植民地の擁護者、アイザック・バリから取ったバリに改名した。1895年、町の中で、広さ4.0平方マイルの区域が分離し、別の市として法人化された。バリカ抗ガのサンプル、グラニットビルにある、ロック・オブ・エイジズ・ストーン社のイエル・スミス石切り場から、産出バリは、自称。 世界の花崗岩中心である。米英戦争の後間もなくミルストーンヒルで膨大な花崗岩鉱脈が発見されたことから始まった花崗岩産業とバリシそのものは鉄道の開通とともにブームを迎えた。この膨大な花崗岩の体積は地質学者の見積もりで長さ4マイル、幅2マイル、深さ10マイルあるとされ、その名声はヨーロッパやカナダにも広がった。イタリア。 スコットランド、スペイン、スカンディナビア、ギリシャ、レバノン、カナダなど多くの国から退居移民がバリに入ってきた。人口は1880年の2060年から1890年に6790人、1894年に1万人と増加した。世紀の変わり目には州内でも最も多様な民族構成の街となっていた。特にイタリアからの移民が 急進的で無政府主義労働運動をもたらした。当初は社会主義労働者党に加盟し、その後は世界産業労働組合に入った。1916年と1929年にはアメリカ社会党員が市長になった。昔の社会主義労働者党ホールが今も残っており、2000年にはアメリカが州国国家歴史登録罪に指定された。バリグレイ加工岩は、 木目が細かく、組織が均一であり、対抗性に優れていたので、世界中でもてはやされた。屋外彫刻にこの加工岩を好む彫刻家が多かった。1936年、バリの加工岩石切り場一つから35トンの石を切り出した。バリ市にあるホープ墓地には彫刻家の作品が多く展示されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は4.0平方マイルであり、すべて陸地である。市内を、ウィヌースキー側の支流であるスティーブンス側と、市内を週刊高速道路89号線、アメリカ国道302号線、バーモント州道14号線、道62号線が通っている。市の西に、バーリン町があるたは、市の周囲は、バリン町に囲まれている。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バリ市長はトム・ローゾンである。バリ市は弱い市長の政府形態をとっており、市長の任期は2年間、選挙は昨年の3月に行われる。市内は3つの選挙区に分けられ、各区から2人の市政委員を選出する。市政委員の任期は2年間、毎年3月に半数が改選される。 バリ氏は上勤の指事務、財務官も選挙で選んでいる。また上勤の市マネージャーを雇用している。元市政委員のスティーブン・マッケンジーが現マネージャーである。プレミアバスケットボールリーグに属するバーモント、フロスト・ヒーブスがバリ氏のバリオーディトリアムとバーリントン氏の記念オーディトリアムで試合を行っていた。このチームは当初雑誌、スポーツ・イラストレーテッドの記者アレクサンダー・ウルフが 所有していた。地元団体が所有権を取得し2010年遅くまで運営していたが、その後に解散した。ニューイングランド大学間野球リーグに属する大学下季野球チームであるバーモント・マウンテニアーズが近くにあるモント・ピリア・レクリエーション・フィールドでホームゲームを行っている。バリが一時世界対戦記念碑勝利の若者、彫刻家シー・ポール・ジェネワイン。 ありがとうございます。